この世の中にはヒーローが活躍する物語が溢れている。彼らは様々な事件に遭遇し、強大な敵に立ち向かっていく。仲間たちと力を合わせ、世界を危機から救い出す。だけどその物語には脇役が存在する。あるいは登場すらしない人々も。僕はある年齢を過ぎた頃から、自分がヒーローではないことに気がつき始めた。この世界にとって、僕は脇役に過ぎず、物語に登場することもない。でもいつかはヒーローになれる。その時を夢見ている。これは、そんな僕の物語。画像データが乱れてんな。おい、リュウジ、俺の顔ちゃんと。
と見えてる？こっちは問題ない。エリカ、お前はどうだ？見えてるよ、お兄ちゃん。その子とエデンとの画像通信ラインだけのデジタルウェーブの異常かな。音声通信は問題ないよ。なら仕事に支障はないな。うん、でも特殊な防護フレームによるやつが頻度の高い階層では保証できないし、やっぱりやめた方がいいんじゃない？優しいね、お嬢は。ジンジン君が心配なわけ？そういうんじゃないから。言ったはずだ。リスクは覚悟の上だと。仕事を始める。全員ターゲットは分かっているな？おいおい、もちろんバッチリ把握してますよ。標的の名はシガ幼児。どこのチームにも所属していないフリーのハッカーで、ここ数ヶ月アカウント狩りで相当な荒稼ぎしてる。だったよな。クライアントはエデンを探すハッカーを許さない。奴らはシガへの制裁をお望みだ。見つけ次第ボッコボコにしてアカウントを破壊しろって意味だよ。同じアカウントで二度とエデンにログインできないようにさ。事実上楽園からの追放ってわけ。悪どいハッカーには俺たちフーディエが正義の鉄槌を下す。腕が鳴るね、こういう仕事は。私たちはあくまでサポートだよ。なあ、もう分かってるって。気分の問題だよ、気分の。まずはクーロンにいるハッカーからシガの情報を集めろ。一つ。はいよ、待ってました。俺様特製マルウェア、ハチドリちゃん。聞いて驚け。このマルウェアは至近距離に近づくだけで対象のデジバイスを一時的にハッキングできるんだ。聞き込みで怪しいやつを見つけたら使ってみな。リアルでもこっちでも情報収集は俺の得意分野だぜ。お前がチームに入った暁には何でも教えて死んでよ。もう一度言うが、これはテスト。エメリ。おっ、やる気は十分。保険、拝見。¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Pues estamos en un video de una serie que dejé hace mucho tiempo. Es una derivada de la serie que dejé hace mucho tiempo, que es Digimon, Digimon Saber Sleuth. En esta ocasión estamos jugando Digimon Hackers Memory a petición de un suscriptor amigo mío, que me pidió cierta información que me gustaría corroborar. Pero bueno, primero, para llegar a ese objetivo, primero tenemos que pasar esta misión y pasar los sucesos que se cuentan a la misma para poder llegar a esa información que me pidió. Pues bueno, la partida es nueva partida, nada más que conservo mis Digimon que dejé en la partida original, en la que jugué. Entonces vamos a basarnos con todos los Digimon que tengo aquí, ¿no? Prácticamente son los que utilicé en la batalla final de la partida original que tengo. Es una partida plus en la cual podemos conseguir Digimon que no podíamos conseguir en la versión original. Bueno, en la partida original. Porque primero, ya saben, hay que pasar primero la prueba para poder conseguir esas evoluciones. Así que pues sin más por el momento, vamos a darle y pues vamos a ver de qué trata esta historia. Aquí ya vimos una parte, ya dejamos el prólogo prácticamente de la historia. Así que vamos a continuar a la batalla. Realmente ahorita van a ser un poquito sencillas porque le digo, tengo los Digimon en sus máximos niveles y tengo mucho poder en ellos, la verdad, muchísimo poder con ellos. Thank you.
だ。お前のことを探っている奴がいるぜ。この電話を聞いたら連絡をくれ。何か分かったか？上出来だ。そいつ警戒されると厄介だぜ。どうぞ。すぐに奴の居所を知る必要がある。エリカ30秒。お前の仕込んだハチドリちゃんを経由して通信相手、つまり芝の位置情報を割り出したんだ。通信記録から逆探知をかけて相手の端末情報を聞く。見つけたよ。ご覧の通り。早いだろ。解析処理に関しちゃお嬢が一番さ。やつは近い。落ち合って追い詰めるぞ。俺も行こっか。いや、二人で十分だ。じゃあ俺とお嬢は高みの見物だね。頑張れよ。そこで待機しろ。すぐ行く。お兄ちゃんがいるからって油断しちゃダメだよ。別に心配してるわけじゃないけど、気を抜かないこと。あとは私がこういうこと言ったってお兄ちゃんと千歳には言わないでよ。なんか恥ずかしいから。お嬢、俺たちまだ通信切ってないけど。わざわざ言うな、バカ。いるの分かってたの。珍しいな、お嬢のこんな時。お前がチームに来たら面白くなりそうだ。期待してるぜ、未来の新人君。私は君のアカウントを買ったとおぼしき人物を知っている。その男の名は志賀陽次。アカウントを取り返したいのなら奴を当たってみるといい。なぜこんなことを君に伝えるか。話は簡単だ。私はエデンで起こる蛮行を許さない。私はエデンの守護者なのだ。これは一種の人助けだ。信じる信じないは君の自由だがね。本当にやるのか。ハッカー、犯罪者を捕まえるなんて俺には賛成できないよ。その K ってやつもハッカーなんだろ。もしお前に何かあったら。なあ、お前がハッカーじゃないってことは誰よりも親友の俺が一番分かってる。それじゃあダメなのか。本気みたいだな。それなら止めないよ。でも俺にも協力させてくれよな。クーロンって知ってるだろ。ハッカーのたまり場になってるエデンの廃棄エリアさ。そこに闇マーケットって言われる場所があるってネットで見たことがあるんだ。闇マーケットではいろんなハッカーたちが集まって、そこに行けばそのシガってやつの情報が得られるかもしれない。どうだ、一緒に探ってみないか。
そこのモブガオ。お前だよ、お前。お前しかいねえだろうが。モブガオの自覚なしかよ。お前、マーケットは初めてか？そんなとこだろうと思ったぜ。おのぼりさんって感じだもんな。聞きたいことがあるって？そうだな、買ってくれるんなら答えてやらないこともねえな。何を買うって？そりゃもちろんデジモンだよ。それ以外何があるって言うんだ？ここはデジタルモンスターを売買するマーケットだぜ。その売人である俺に物を尋ねるなら金を落としていくのが筋ってもんだろうが、そんなことも知らないで来たってことはお前新米だな。そういや最近デジモンキャプチャーをばらまいているハッカーがいるって噂を聞いたな。どうせお前もそいつから訳も分からずキャプチャーをもらった口だろ。デジモンキャプチャーっていうのは、まあデジモンプログラムを見つけたらキャプチャーはむすその後コンバートで間違えるなよ。その技術でけえ。まそこか。デジタルモン誰がつハッカーは珍しいで一世代前。今時そんな面さて、でいくら出せるんだ？お前ふざけてんのか。それじゃ一体だって買えねえよ。それか。それは廃棄品だ。長いこと買い手がつかなかったやつ。ま新米にはお似合いかもな。あんなんでいいならさっ。そいつにするのか。んじゃデジモンキャプチャーを出しな。おん、なんだ。なんでそんなことをお前に言われなきゃなんねんだよ。ここのやり方にケチつける気か。あ、素人か。ちょっと優しくしてやったら調子に乗りやがって。なんだお前、よく見たらデジモンキャプチャー持ってねえじゃねえか。冷やかしかよ。これじゃ一文の得にもなりゃしねえ。余裕しゃくしゃくかこら。随分舐めた真似してくれるじゃねえか。頭にきたぜ。ちょっと痛い目見てもらおうか。デジモンも持たずにこんなところまで来た。自分の浅はかさを恨みな。何の騒ぎだ。こいつどう見ても仇のガキじゃねえか。そいつはどう思う。大人げねえな。口を挟むんじゃねえ。こいつが廃棄品の扱いにイチャモンつけやがったんだ。廃棄品？おもし。はあ？お前デジモンキャプチャーだ。やるよ。それがなきゃ始まらねえからな。ハッカー同士の喧嘩ってやつは。何をビビってやる。俺たちハッカーが揉めたら解決する方法は一つ。デジモンを使ったバトル。ここでハッカーこのやり方が不満なら出ていく。どうせ何も知らずに紛れ込んだんだろう。逃げても攻めやしねえよ。こいつにも
に手出しはさせない。だが逃げるだな。デジモンのことは諦めるんだ。どうする？お前が決めろ。お前と戦いたいという。スキャンもコンバートもしてないプログラムに懐かれるなんて妙なこともだが、これで手間が省けた。あとは、おい、あんた調停役じゃないのかよ。数は合わせないと不公平ってもんだ。これで条件は互角だ。始めようぜ。Pues bueno, esta batalla va a ser muy fácil porque les digo, tengo a los Digimon, a mis Digimon más poderosos ahorita de momento. Entonces, pues vamos a acabar con esto. しやがって。何なんだよお前、どこのチームのハッカーだ。おいやめろ。そいつは三島隆二だ。三島って、いや、あの、すまない隆二、こいつあんたの顔を知らなかったんだ。俺たちマーケットはザクソンやあんたたちと敵対する気はない。構わねえよ、俺は水郷で手を貸しただけだ。この件はこれでしまいだ。ああ。お前もだ。今回は手を貸してやったが、よその縄張りを荒らしてしのぎの邪魔をするんじゃねえ。どんなもんであれ、しのぎはしのぎだ。クーロンはこういう奴らの存在で成り立っている。それを手前勝手な正義感で荒らすのは、野暮ってもんだ。わかりゃいい。騒がせて悪かったな。お前も来い。最先端の技術力で作られた仮想空間だったぞ。つまり志賀幼児は凄腕のハッカー。お前が追っている相手はトップクラスの技術者すら欺く国際レベルのサイバーテロの犯罪者ってことだ。カタギのガキが一人でどうこうできる相手じゃねえ。諦めるんだな。生活に戻れ。一緒に来るか。
うちに入れてやってもいい。もちろん実力は見せてもらうが。だがよく考えろ。俺と組むということはお前自身もハッカーになるということだ。てめえの面に唾を吐いた奴らと同じものにてめえもならなきゃいけねえ。偉そうに言っちゃいるが、ハッカーってのは集まるところ同じ穴のムジナだからな。もしそこまでの覚悟があるなら、てめえのメンツを潰された借りをてめえで返したいと思うなら、俺たちがハッカーチームフーディエが力を貸してやる。どうする？情報収集はまずまずだな。肝心なのはここからだ。行くぞ。志賀はこの奥だ。私がいいな。ユーゴからのことつてだ。エデンの秩序を乱したと、しばらく現世で悔いてこい。ラクソンの犬は引っ込んでな。なかった。頼む、アカウント破壊だけは勘弁してくれ。
心しな。うちの新人がお前に用があるんだとよ。アカウントをお釈迦にするのはその後。何のことだよ。お前なんか知らねえ。とぼけるとアカウント破壊だけじゃ済まさねえ。本当に知らねえんだよ。自分が買ったアカウントぐらい覚えたら。なんならほらデジバイス見てみりゃいいだろ。確かにここにはお前のアカウントはなさそう。な俺嘘は言ってないだろ。だからさ見逃してくれよ。待て。残念だった。デジタルウェーブが乱れている。さあな、あんなのは俺も初めて見た。デジモンとも何かのマルウェアとも違うようだったが、どうも最近のクーロンは、いやエデン全体が騒がしい。面倒なことが起きてなきゃいいがな。たかだか最初の手がかりが外れたくらいでしょげてんじゃねえよ。やつが外れならまた次の手がかりを探すまでだ。それとももう諦めるか。それもいい。これからはさっきみたいな危険が毎日のようにつきまとう。続けるもやめるもお前次第だ。ならいつまでもしけた面をするのはやめるんだな。少なくともこれからお前は一人じゃねえ。試験は合格だ。ギリギリ及第点ってところだがな。お前はこれから俺たちフーディエのメンバーだ。店に戻るぞ。あいつらが待ってる。Bueno, mis crías, hasta aquí hemos llegado al primer guardado. Ha sido mucho tiempo, prácticamente ha sido más historia que acción. Pero bueno, vimos algunas digievoluciones poderosas desde el comienzo desde esta aventura. Con respecto a la duda de mi compañero, yo creo en el próximo video ya vamos a resolver esa duda, porque sí se ha extendido bastante este video y lo que queremos es que no se aburran los suscriptores. Pero en el siguiente video vamos a ver la ubicación exacta donde se busca esa información, que es que nos den a los caballos reales versión NX, o sea, como chivis, vamos a decirlo así. Los cuales pues van a ser de gran ayuda para así prácticamente avanzar parte de la historia. Si no es que gran parte de la historia.
porque estos son difíciles de entrenar hasta el nivel 99 y se van moviendo pues realmente fuertes conforme el paso de los niveles. Bueno, pues espero que les haya gustado el video, no olviden compartir, dejar su like, sobre todo suscríbanse al canal y nos veremos en un próximo episodio de Digimon Saber, a Hacker Memory. ¡Chao!